Today's best music. Best music. Air Groove on FM 79.2. アキハラダのインフィニティトーク。皆様お元気でいらっしゃいましたか？1週間のご無沙汰です。ちょっと私はハスキーボイスになりまして、なぜかと言いますと、ちょっと温度差に負けてるような気がするんですね。軽井沢は昼間が20度で夜が1度という大変な温度差なもんですから、ちょっと体がおかしいというか、喉がおかしいか顔がおかしいか分かりませんけれどもそんな私ですが結構元気です。今日は楽しみに楽しみにもう待っておりました、はい、勝美先生においでいただきまして、はい、いよいよ登場で、はい、もう本当先生のね、これから5月がすごいイベントが立て続いていますので、うん、もうすごいですね。本当先生その中で来ていただきまして、今日は御曹司に先生のプロフィールをまず、はい、簡単にお願いいたします。はい、簡単に参ります。勝美昇先生のプロフィールをご紹介いたします。1950年、東京都台東区生まれ。1963年、能楽の稽古を始める。1975年、人間国宝の藤田大五郎、宇沢久志、亀井忠夫の各氏に能楽囃子を師事する。1980年、東京芸術大学音楽部能楽専修科卒業。東京芸術大学において観世流宗家、観世左近氏および藤波重光氏に師事する。その後フランス、インド、オーストラリア公演に参加する。能楽を中島成明、観世元明、観世安秀の各氏に師事する。2001年、国の重要無形文化財総合指定保持者の認定を受ける。2013年、日本文化海外普及協会の顧問に就任する。2014年、和の祭典然公演および世界の仮面100面展を企画プロデュースする。同年、カザフ国立芸術大学の客員教授に就任する。現在能楽協会会員、日本能楽会会員、観世会に所属し、勝美鑑賞会および海の会を主催しております。素晴らしいですね。すごいです。簡単にでこれですか？簡単でこれ、そうです、はい。深く言ったら大変なんです。大変ですよ。深く言ったら1時間ぐらいお話し。完全に時間かかります。はい、もう素晴らしい先生でございまして、先日私のですね、本当に妹のようにしております、西口久美子という人間がですね、うん、はい、おります。はい、とても可愛いんですが、可愛い子ですね、ちょっとのんべえですけどリスナーの方すいません、プライベートの話をしまして、その彼女がですね、うん、尊敬している先生をご紹介してくださるということで、うん、先生 のお稽古場連れてっていただきました、はい、意外や意外、私のオフィスの近くなんですよ。近いんですね。びっくりしました、はい、ちょっと遊びに行っちゃおうかなっていう感じなんです。私もちょっと行っちゃったんです、この間。そうなんですね、はい、まあ先生のお邪魔したんじゃないですか。素晴らしいお稽古場 で、ね、びっくりなさいましたでしょ。びっくりしました。その時にまた先生がお忙しいのにですね、うん、まあ、次から次に掛け軸からお面、うん、もう大変なその見せていただいたんですよ、うん、おしまいになるだけでも大変な手間暇なのに、まあ西口久美子のおかげといいますか、うん、ありがたく思いますけれども、何人か行ったんです、その中に、御曹司さんの、はい、よく知り合いの田中、はい、幸四郎先生もいらっしゃったという大変な出会いの日でしたが、ね、先生ありがとうございました。先日は大変でしたでしょう、おしまいになるのが。いや、とんでもございません先日はありがとうございましたで今日はですね、やっぱり先生5月のこの番組をちょっと先にお話をちょっとしていただいて、リスナーの方やまたインターネットをご覧になっていらっしゃる方がいらっしゃいますので、ちょっとまたお願いします。5月のですね、連休中なんですけども、5日ですかね、神楽坂にございます柳井能楽堂、
その能の舞台で、まあ、時代劇ですね、その中の、劇中劇みたいな形で私が能を舞うシーンをですね、信長、家康、秀吉、そういう時代劇の舞台の中で能を演じるというね、ちょっとこう面白い舞台がございます、はい。この吉風先生どのように、これはあの劇団グスタフというのがございましてね、はい、そちらに直接、まあ、当日いらしても当日売りがあると思いますけども、はい、じゃあ大丈夫ですね、はい、大丈夫だと思います。はい、はいはい、じゃあ本堂さん、またあのこのあれなんですけれども、はい、この前この後にあります戸隠神社の方ですね、はいはいはい、それちょっと載せていただいて、ね、はい、私はここに先生行きたいんです。あ、そうですか、はい、あのこれはあの式年大祭、戸隠神社のですね、7年に一度、神と仏が出会う年というようなね、そういうタイトルで、善光寺さんと、まあ、ご会長をやっておりますけども、それと同時に戸隠神社では式年大祭ということでね、そこで私が神楽の舞を奉納するという、そういう、これ日にちいつでしたかな、16、17、その中17日に、そうですね、私が中日があの夕方から、はい、出演させていただきます。はい、これは私も飛んできたいんですが、先生後でまた詳しく教えてくださいませ。素晴らしい姉ですね、まあ、先生の場合はですね、もう11月にもいろんな、はい、まあ、いろんなことが1年を通しても早くピッピシッとこうスケジューリングなさるという、はいはい、お気象だなって初めてお会いした時に分かりました。すごいなと思います、うん、皆さん今日の明日じゃないですよ ね、 そうね、今日があるのは11月のために今日頑張ってらっしゃるという、そういう考え方ですね、先生。それは私も学びます、うん、本当にすごいなと思って、うん、今日またあの認識させていただいて、ね、この戸隠の方はちょっと知らなかったものですから、うん、嬉しいお知らせを御曹司からいただきまして、はい、まあ、先生あの、今日お伺いしたいのは、そのお面お持ちになっていただいたでしょ、はい、これはですね、能、はい、面というのはいろんな種類がございますけども、種類としては200種類ぐらいあるんですね、うん、その中の今日お持ちしたのは、ちょっと古い表なんです。1700年と申しますから今から315年前、その能面なんですね、ね、ちょっとご覧いただきましょうね、はい、これは大部しみという能面にいろんな種類がありますけども、天狗の役に使う、でもよくご覧になると分かるんですけども、表面が剥落してましてね、うん、映りますか、竹原君、ちょっと難しいです ですか、大丈夫ですか、これはですね、あの美術品ではあるんですけども、うん、我々能楽師は舞台では道具としてね、使うという、ですから、古いものであってもずっとこう継続して300年ぐらい前から今日までね、脈々とこう続いてる、ですからこの能面なんか見ますとね、汗染みっていうんですか、各時代各時代の演者が使った汗じみがあるんですね。でこれがまた、我々の後の時代、これから100年200年後までこう継承していくというね、こういう能面というのはそういうものなんですね。使ってこそ、能の中で使ってこそ生きるというね、先生のお顔についたらまたこの面が生きてしまうんでしょうけど、うん、今でもなんか生きてるような感じが、ね、しますけど、舞台で使うことによってこう、ね、血流が流れるというのが、ね、そうですね、生き生きとしてくるというね、あともう一面お持ちしましたのはね、はい、これは症状という、これもやはりもう江戸、まあ、江戸後期ですけども、これは症状というね、妖精の役に使う特殊な表なんですけども、可愛らしい、可愛らしいですよね、はい、でこれもやはりもう古いですからね、もういろんな各時代を乗り越えてきたね、やはりこうでまたこれからどんどん後世に伝えていくっていうね、やはり伝承、うん、伝統芸能っていうのはこう伝承していかなきゃ、うん、いけないということがございますよ、ね、そうですね、我々も責任が大変重いですね、そうですね、お手入れも大変ですと思います。そうですね、やはりこう、必ず能面を持つときにはこう耳のところを持ちましてね、表面を触りますと、その手の油がつきますでしょ、よかった、御曹司に触ってもらわないでそれをまた保管しておきますとカビが生えたりしてね、手からですね、全て分かっている方が持たないと大変なことになってしまいますね、はい、これも美術品なんですけども、やはり舞台で使えば、その今日お持ちしたお扇子と同じような形でね、道具として使っております、
はい、そうですね、もういろんな褒めを見せていただいたんですけど、私はその300年、まあ、300年以上ですけども、代々伝わってきてるわけですけど、そこで頑張られてきた方 の、 あの魂がですね、この面にすごく入ってるわけです ね、 先生。そうですね、それを継承していくってすごい重い、重いですね、重いなと思います、で先生のお稽古場の隣にいろんなそのこういう宝物が続々と、次から次に次から次に、和の方のお部屋に、届け見ましてね、びっくりしちゃってですね、これを見ていいんですかみたいな、ちょっと鼻を触っていいですかみたいな、温度差ってきっと触ると思いますけどね、すごいんですよ。もうで私もねびっくりしてですね、やっぱりアメリカにいますと、白人の富裕層もそうですけど、文化人はたくさんいまして、日本の農学というものに関してすごい興味があります。ですから今日もこのラジオは世界に飛んでますので、はいはい、先生のお友達、ちょっと海外にいらっしゃるお友達、お名前をちょっと言ってください。やはりその日本の古典芸能を、ね、海外に伝えるという意味で、去年もモスクワで能舞ったり、カザフスタン行ったりね、でまた今年も来月ロスへ行きまいります、それと9月にはやはりカザフスタンとキルギス共和国、みんな去年も行きましたカザフスタンでもね、建国以来その能を見るのが初めてなんですね、で今年もキルギス共和国参りますけども、その国自体が能というものも知らないというね、そういう海外に今までもいろんな国、海外公演ございましたけども、日本の伝統文化、日本の精神性みたいなものをね、海外に伝えていくことも我々の役目だと思って今頑張ってやっております。はいはい、お友達に何かメッセージございませんか先生。メッセージ、まあ、すぐ会いますからどうぞお毎日メールしてますのでどうぞ。そうですか。でもやっぱりYouTube もそうですけど、ラジオもそうです、これ今発信してますので、ぜひね私の舞台はですね、勝見のぼる YouTube、それで検索していただきますと20種類ぐらいの、今までの海外公演を含めたね、対談集、その他、勝見のぼる、YouTube、それだけで検索していただくとバッと番組が出ますので、ね、バッとですね、その中のお好きな番組をまあご覧いただいて、お話しするよりもね、やはりこう映像を見ていただいた方が早いと思います。先生、この扇をちょっと、お願いしたいですけど、能というのは、曲目としては250曲ぐらいございましてね、それと同じように能面も250種類ぐらいございます。で扇もですね、これはかずら扇、かずら扇というのはかずらを言う女性のものですね。能楽というのはですね、大きく分けると250曲を大きく分けると神男女狂気、神というのは神様、なんて男、女っていうのは女性ですね。で、狂って狂人、狂うと書きましてね。あと鬼。その5種類に大きく分かれるんですね。その中のこのかずらもの、女性のものの時に使う時に、この扇を使います。やはり一曲一曲全部こう持つ扇も、能装束も、能面も、全部種類が、一曲として、二曲として同じものはないんですね。もう一つ一つ全部違うという、そういうなんかこう、あと衣装でもね、春の曲、夏の曲、全部絵柄も違いますしね。で、能楽を見ていただくだけでですね、やはり日本の、文化、すべて分かりますね。古典文学、古事記、万葉、平家、伊勢物語ね、源氏から、全部そういうものが時代背景で、でその背景には日本神道、また仏教がね、必ずこうついてますのでね、能を学ぶことによって、能を見ることによって、日本そのものが分かるという、まあ、素晴らしいものだと思いますね。はい、ありがとうございます。本当に今日は短いので先生のお話をですねこれポチしかまだ10分の1ぐらいしかない、いやもう100分の1ぐらいしかない写真も大ちょっとせっかくですからね、大至急です、お願いします。私の演能写真、舞台で1分しかございませんので、舞台で使ったあの時の写真ですけども、先生ちょっとすいませんが前にやらさせてください。はい、はい、先生お話してください。これは松風という松風という曲なんですね、これやはりこの女性のものですね、次がですね、次参ります。これは借境、借境という曲の、パネルですけども、そして一回立ててください、本当です、次がですね、その次ここへ立てて、
これが足立ヶ原黒塚というね、鬼に化けた代表的な、能楽の中でも代表的なパネルですけどもね、手が目立ちます、はい、でこれがですね、楊貴妃、能の中にはですね、唐物と申しましてね、中国の物語を題材にしたそういうものもございます、はい、これは楊貴妃という曲でございます。ありがとうございます、はい、なんか時間がない中でもバタバタ で、はい、まあ、また先生すぐ戻ってきていただいて、またこれゆっくりこちらの方にお話をお願いいたします。ぜひシリーズでやってください、はい、いやいや、お願いします。ありがとうございます。今日はお時間短い中でお忙しいところをありがとうございました、はい、リスナーの方ぜひ先生のホームページをご覧くださいませ。5月5日6日そして5月16、17、18は長野ですね。そうですね、はい、先生またいろいろございますのでよろしくお願いします、はい、どうぞ。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。Thank you.